てくださってるのね、ありがとうございます。まあ、やっぱり寝ることじゃないですかね。よく寝ることと、あとは水分をよくとる。やっぱ熱中症みんな気をつけましょうね。こまめにとってもらって。ドラマの現場もみんな暑い中頑張ってるので、昨日もずっとあの手持ちのブーンという手持ちの扇風機持って頑張ってました。あ、出た、スクショタイムね。ハッスンさんかな、スクショタイムっていうのがあるんですよね。私も去年みんなに教えてもらって知りました。スクショタイムか、スクショ、スクショ、スクショタイムってどんなポーズをすればいいですか、教えてくれ。どんな感じ、どうすればいいの。教えて。ドラマは今日からじゃないです。7月の16日からです。今日はそれを見てねって言いに来ました。あ、ピースね、そうだね。これが流行ってんでしょ、これこれでしょ。でもこれでどうやってスクショタイムすんの、指しか映ってないんだけどどうすればいいの。はい、スクショタイムです。撮って、撮った。私も行かなきゃ。スクショタイムでした。え、ギャルピースってこれで合ってますよね、これのことでしょ、これ以外知らない。あ、でもこの前あの高校生の女の子に教えてもらったハートがなんか これもいいんだけど、こう両手でね、ちょっと片手今無理だけど、こうやってやってハートをするのが流行ってるって言ってた。流行ってる？学生さん。あ、KU さん、テスト応援して。テストなんだね、頑張ってね。テスト頑張ったら夏休み来るし、でも夏休みも暑さに気をつけて遊んでね。で、疲れたら土曜日はドラマ見てね。なんかね、撮りながらも爽快感のある作品になるなって思いながら見て、ま、撮ってます。なんか事件が起こって、起こった後に解決するっていうのが刑事ドラマだと思うんですけど、みんながこう自分のイメージでその現場に、事件が起こってる最中の現場に行って、イメージの中でね、でなんで事件が起こったのか、なんでこんなことになってしまったのかっていうのをみんなで話し合っていくドラマなので、一つ一つみんな読みほど、ひも解いていく感じが爽快感があるって思ってます。うん、じゃあそろそろ行くね。お着替えして私行くんだ。カメラが近すぎる、どうかな。夏になったら夏っぽいこと何したいですか。うん、そうね、もう今年はドラマをみんなで頑張るなんだけど、でも昨日ちょうどお外で川辺で撮ってたんですけど、かなり夏っぽくて楽しかったですよ。あ、お昼ご飯一緒にライブ、ランチライブは絶対やりたいなと思ってます。また夏休みに入って一人でご飯食べる子も多いかなと思うので、一緒にまたお昼ご飯食べましょうね。ランチライブしましょう、それ絶対約束です。ではお着替えしていくので、みんな4チャンネル系列をつけてください。そしたらお着替えしてこうなんかお邪魔しますって感じの松岡が映ってます。じゃあ切るよ、バイバイ。お水飲んでね、お塩も取ってね。切るよ。吹奏楽部コンクール頑張ってね、自分のやりたいこと全部できますように。じゃあね、バイバイ、切るよ。